顔もにー、今朝は、まあ、都知事選に関してね、はい、ちょっと、つれづれなる思いを、語ってみたいと思いますが、まずね、え、あ、こ都知事選には関係ないんだけど、この岸田くんね、これ岸田くん、沖縄行ってる時の写真だよね。で、私、あることに気づいてしまって、岸田くんって誰かに似てない <laughs> とね、あれ岸田くんってさ、 石川慎一郎さんに似てないってことに <laughs> 気づいてしまいえ、今日はちょっとね、私のあの新鮮な <laughs> 気づきについての紹介から、えー、あれでも石川慎一郎さんもさ、今未来の塔やってて、一人出してるよね、未来の塔からね、木内、木内三也さんだっけ、あの、 ちょっと高齢女性ねえ。で、それを置いといて、今日はね、あの、当選しそうな、都知事選に当選しそうな4人についてね。はい、これは、若いな、これ、誰、誰だっけ。あの、フリエモン若いね、これね。<laughs> 若い時の写真を出してあげました。で、リエモンがね、面白いことを言ってました。都知事選に関してね。で、そっから、私の妄想が色々広がってきて、 とね、結論から言ってね、都知事選って、まあ、他の選挙でもね、こ心理戦なんじゃないかなっていうね、はい、そんな思いが巡りましたってことで、堀エモ門がね、なんて言ってたかっていうと、まあ、この人は石丸慎二応援団のメンバーですよ。<laughs> で、堀エモ門のね、直近動画かな、昨日あの見ていて、面白いこと言っていたのは、えっとね、 石丸信二くんが伸びてきています。で、港区と渋谷区って言ってたな。うん、港区と渋谷区ですでに石丸くんは優勢ですって言ってた。ちょっと言葉違うかもしれないけれどね。で、え、で、それな、何の根拠あんの港区と渋谷区で優勢とかね。でもそれを聞くと、あれ、もしかして石丸くん当選するかもってちょっと思わない。 で、それがさ、23区の中で、石丸慎二君は、練馬区と足立区で優勢ですって言われても、ああそうって感じだけど、港区と渋谷区で人気ですとか、石丸君があの優勢ですって言われると、あれなんか、もしかして石丸君いけるのかなみたいに、ちょっと思いかけちゃいますよね。で、ああ、これって心理戦だなーってね。うん。で、 あのじゃあ有権者の立場から考えると、じゃ例えば私がね、都知事選では、ひづまりゅう、あ、ひづうはもうあの辞退しちゃったから、えー、じゃドクター中松に絶対勝たせたいってね、私が考えてるとしますよね、ドクター中松はもうフロッピーディスクを世に出して96歳でも頑張ってる、で、本人は200歳まで生きるって言ってるから、まだまだいける。 えー、ドクター中松に絶対勝たせたいと私が思っても、え現実の予想数字を見ると、まあ、とてもじゃないけれど、当選はしそうもないなと予測できますよね。じゃあ私の大切な一票をね、ね、どんなにドクター中松のファンであっても、当選しそうもない人に入れてしまって、 一票を無駄にしたくないなという思いは有権者の中にありますよね。あのだから選挙に行く有権者だったらね、ドクター・中松無理か、じゃあここでさ、あのーえー、じゃあ石丸慎二もフロッピーディスクの大ファンですとかさ、ドクター・中松を尊敬していますとか、もし石丸慎司君が言ったら、えー、じゃあ当選ラインにある、 石丸くんに入れようかなとか、考えちゃうかもしれないよね。うん。だから、堀江門がどういう根拠で言ってるのかわからないけれども、港区渋谷区で人気が出ているらしい石丸くんっていうこういう話を、このインフルエンサーである堀江門がするってことは、これなんか有権者のさ、あのー、心理を揺さぶるっていうかね、 うんなかなかうまい話をするなとね。はいでね、あとさ、あのーそう、自分の一票を大切にしたい話って言えば、私はね、あのー、成人して、あのーえーと、送ってくるよね、当選に行ってくださいっていう、あのーえー、選挙の投票用紙みたいの、あのー、送られてくるでしょ。それでね あの一回も危険したことはありません、どんな選挙であれ、投票用紙が送られてきたあの選挙にはね、必ず行っていました、なぜかそれだけはね、あのえー、放棄してはいけないっていう思いがあって、えー、必ず選挙、すべての選挙、投票用紙が届いたものには行っていたのですが、あのもう誰一人として、私が投票した人が、<laughs> 当選したことはありませんでした。えー、だけど、えー、唯一ね、あのー、投票した人が当選したのはガーシーでした。で、ガーシーが当選した時はとねは、私が当選させたっていう気持ちにね、なんかそんな気持ちにも陥ったんです。つまり、えー、自分が当選した人が、うん、投票した人ね、 投票一票を投じた人が当選すると、あ嬉しいものなんだなということが分かりました。うんえー、だから、あのー、ほとんどの人は、当確ライン上にある人に入れて、自分の一票を生かしたい、えー、だから当確上にあって、えー、できるだけこう、自分に近い立場の候補者に一票を投じたいと思いますよね。うん、で 選挙プランナーとかはね、その辺の有権者の心理っていうこともあよく考えて、こういうインフルエンサーを使ってお話をしているのだなと思いました。えー、だから、あのこれからね、多分ね、石丸応援団は、えー、あなたの願望を叶える石丸信二とか、えー、この人の代わりになって、 他の誰々という候補者の代わりになりうる石丸真二でできればあなたの一票を無駄にしたくないですよねという話をしてくるのかなという気がしましたというね。で今度ね、あの、調度員さんね、どい院さんはこういう感じの人。<laughs> はい今日はね、あのー、私と視聴者の皆様のコメントもね、参考にさせて。 いただいております。あのー、とてもね、秀逸コメントを多々いただくので、はい、えー、それもね、時にはお話ししたい、しないともったいないなと、えー、考えています。あ、いつもコメント。あっとかいあと言ってやっちゃダメですね。いつもコメント。ありがとうございます。で、あのー、そ<ん>のいただいたコメントの中でね、あのー、聴いんさんが、石丸くん推しを始めましたという、 コメントをいただきましたあうん、石丸だ、石丸が、一番いい、うん、あいつが、あいつが一番いい。<laughs> みたいに言い始めたんですね。でね、今ね、あのポイントね、えー、ポイントってなんだろう、あの当選確率みたいなので見ると、ゆり子一番ね、36、で、えーと、蓮舫さん26、だから10ポイント差だよね。で 石丸くん16で結構追い上げてきていますね。うん。で、玉神さんはちょっと離れちゃってる。うだから、あの、東格ラインにあるトップ4ね、うん、の,の中では、玉神さんはちょっと沈んじゃいました。で、でね、あとね、ゆりこくんに関しても皆さんからコメントいただいて、ゆりこくんは多分、あの、逃げ切り作戦だとね、うん、もう組織票を、 固めてるんですよ、うん、だからここで変なことをしてボロを出すよりも八丈島とか行って <laughs>、ねね、誰もいないところで演説して海をバックにえその様子を報道してもらって、まあ、変なことをしないのがいいもうシ、えーンとしていて逃げ切る作戦にいるのでしょうというね、うん。だから高いよね36も 今、勝率があるわけだから、ユリコくんは、逃げ切り作戦でしょうね。で、たもがさんは、ちょっと落ちてきちゃったかなって感じね。うん。そうすると、今のトップスルーは、ゆりこ36、蓮舫さん26、え、石丸くん16でしょう。じゃあ、この表が、この差がどう入れ替わってくるかで、 でね、さっきね篠原上一郎さんの話を聞いてたら蓮舫さんの支持率は頭打ちじゃないかだから26から動かない今こう目いっぱいくらいで26ででもであの令和がほら支援しないって言ってよね自主投票にもあってこれがちょっと停滞で、まあ、令和と蓮舫さんがもう一回こう話をつけて令和に応援してもらえれば もうちょっと令和が今50万票くらい持ってるのかな60万くらい持ってるんだよね、うん、でそれを裏積みできれば蓮舫さんはこの今の26ポイントからもうちょっといけるでしょうが今現在はねこ,これ以上あまり動かないであろうという予測をしてましたで動きそうなのが石丸君この16ですよ、うん、で堀エモ門が えー、石丸君は、えー、渋谷区と港区で優勢ですっていう話を聞いて、じゃあ、えー、この3人ね、だから玉上さんもちょっと落ちてきちゃった、えー、じゃあ、ゆりこ蓮舫さん、石丸君の中で自分の思いを乗せられる人は誰かなと有権者は、えー、今、考え中です。で、こっから石丸陣営でガンガン来るだろうね。<laughs> もう予測できますね。で、 投開票が7月7日でしょで、今日が24日の、え月、ー、曜日で、週末もう一回挟むよね。29、30の週末があって、えー、その次の日曜日が投開票であって、今、36、26、16の、このポイントがどう入れ替わってくるかで、これさ、万が一あるかもなって気がしてきちゃいました、私は。 これもしかして石丸君、うん、蓮舫さんを抜いちゃうかもしれないしまさかの当選もあるかもっていうねこの,この流れをね、うん、石丸当選の流れがだんだん作られてきちゃったなっていう気もしないでもないでねあとはね今どい員さん見たでしょであそうだね とねちょっと面白いね動画をね、えー、見つけましたね、うん、で石丸くんはあのー、が伸びるねここから伸びるかどうか不動票をどう取り込めるかどうかってところは大きいよ、ね、漫画から学ぶ誇り高い生き方ちょっとこれこれ出すつもりなかった漫画から学ぶ,ら学ぶでこれね面白いシーンがね師匠の石丸信二です <laughs> これね、あのー、成人式の時に秋田方市であの市長からの、えー、若者へのメッセージって話で,で、あのーえー、私はここで皆さんにどういう話をしようか悩みに悩みました、えー、政治の話をしようか経済の話をしようか、えー、または哲学の話にしようか迷い,まぐ迷いまくった挙句漫画の話をします。<laughs> で これがね、面白いのね、面白いシーンがあって、今ね、こうやってちょっと,ちょっと見ますね。<laughs> これね、ずっとね、こう前を見て、原稿をめいたものは見ずに話してます、しばらくね。で、あるところで、下をチロチロ見,見る、つまり、原稿か、あのー、スマホのなんか情報を見ながら話している場面がやってきます。それをねあここだ ここ。あのね、この動画はね、結構切り抜いちゃってるんだよね。私、もう一個、あの全部、これ切り抜き動画になってます。で、切り抜いてない動画を見ると、あのね、この漫画のシーンを話す場面で、こっち、下を向いてる。<す>今ちょっと見ました。ここ。で、 これね、下を見て、誇、えー、り高く生きてくださいをなんか見ながら話してる。で、この人、漫画オタクでしょで、そのハイライトシーンの言葉も覚えてないんですか <laughs> で、この下をチロチロ見てる場面がね、長かったから、この動画ではそこを最小限にしてます。はい、前を向いた場面を、あの、できるだけ、 あの、目立たせた動画の作り方になってますが、私はあの、この場面の、あの、フルバージョンの動画を見ると、シまるくは、 えー、漫画のエピソードを話すときにだけチロ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 舌を見てます。で、あの、大した話じゃないんだよね。うん、例えば、あの、えー、桃太郎が鬼退治に行きました、あの連れて行ったのは、あの、キジとサルでみたいな、あの、そんな頭に入りきっているような話をね、うん、えー、それを、 あの『鬼滅のファン』だったらそんなのも桃太郎の話くらいに記憶してあろうで記憶しているであろう単純なストーリーですら分からずにこうやって舌を舌を見て、ねえー、なんだっけ誇り高く生きなさいっていう言葉すら言えなかったこの情報を見,見ないと言えない石丸くんがいました。はい だから、石丸くんは今、16ポイントつけてるでしょで、蓮舫さん26。で、あのね、蓮舫さんはね、見るとね、あのー、支持者はまあ、いるわけですね。もちろん蓮舫さんもね。でも、なぜか、えー 報道上で切り取られる蓮舫さんはね、弱気な姿をが出てくる、うん。本当は弱気かどうかわからない。うん、だけども有、有権者の心理をね、そこもうまくついてるんだなって思うのは、弱気な蓮舫さんね、なんかね、泣いちゃってるシーンが出てくるんだよね。うん、で、それを見ると、あ、れ、蓮舫さん大丈夫かなこれ最後まで戦い切れるのかなと、有権者としてはちょっと不安になるような、 場面を蓮舫さんに関しては、えー、メディアが出してきてんだよね。はいなのでね、あの土地事選っていうか選挙はもう心理戦なんだなってことが分かった。だからあの当選当確ラインにいる人でいかに自分の思いが託せる人がいるかで有権者としては、えー、自分の一票を生かしたいわけだよね。 うん、で自分が当選させたんだという気になりたい、うんで。だから、当格上にある3人の中から選ぶでしょう、うん。だからそれを今、石丸人員は考えてる。今、どういう言葉を投げかければ、迷っている人たちね、に響くかなっていうことを考えてて、で、うまいこと言ったなっていうのがね、あの、プロジェクションマッピングについての、 三人の比較ね、ゆ,ゆりこ、れんほう、いしマルの、あの言葉が、あの、うまくねな、なんだろうな、あの、迷っている人を誘い込むような言葉になってたのは、まあ、ゆりかはもちろん続行でしょで、ンんさんはね、あの、一部続けるって言っちゃってんだよね、プロジェクションマッピングに関してはね。うん、あの、全部いや,やめるのではなく、予算を少し抑えて、 あのー、まあ、その観光目的のためにも、ちょっとは続けていった方がいいですか、みたいな、えー、政策ね、プロジェクションマッピングに関してね。で、石丸君は、即時中止。で、これなかなかうまいよね、そこで言い切る、言い切ると、お、よく言ったっていう感じにはなるじゃん、プロジェクションマッピングのことに関してはね。うん、ただ、あのー、神宮再開発とか、 再開発問題に関しては石丸君は言葉を逃がしてる。うん、だからあの財界に喧嘩売りたくないんだよね。だって自分のバッグだから。<laughs> うん、だからどうでもいいようなプロジェクションマッピングね。うん、やめたって別に財界も困らないような、うん、そういうことに関しては、はい、そこで調子ですという歯切れのいい有権者にとっても耳心地のいい言葉を言ってのけるっていうね。 まあその辺はね、さすがに選挙プランナーついてるなっていうか、今迷ってる有権者をね、うん、どこまで取り込めるか、で、まだ漫画オタク偽装してるってことも、そうそうバレてない。だから、今週の次のさ、土日がさ、20、30でしょで、このタイミングで、このポイントね、36、26、16、これはあのー、 えーゆ、ゆりこ、蓮舫、石丸の数字ね。これが来週の土日くらいに、例えばさ、蓮舫さんと石丸くんが並んじゃうって可能性あるよね。うん。で、その後はゆりこが、ゆりこの、えー、なんか学歴詐称がまた騒がれ始めるとか、えー、ゆりこがまさかの失態を起こして、36を下げると、 こうするとね、まだに2週間あるでしょ選挙戦ね。これはね、まさかのね、嫌な予感がちょっとしてきちゃいますね。うん、ちょっとヒマラそらさんに頑張ってもらわないとね。はい、そういうわけで今日は、うん、都知事選には、審理戦ですっていうね。うん、だから有権者の審理をどう揺さぶってく、揺さぶろうかというのが今、各々の,の,の選挙陣営に、 あるのだろうな。まあ、ゆり子は、もう、ひたすらおとなしくしているね。うん、ボロを出さないことをメインに考えているでしょうが、まあ、石丸くんだね。うん、石丸くんがなんかこう、急激に伸びてきちゃいそうな、ちょっと嫌な予感ね。はい、えーうん、それについて、えー、ちょっと気づいたことね、もろ,ろもろ今日はお話してみました。はい、またやります。えー、ではまたバイバーイ。 選手を信じちゃいけないよ」「自分の頭で考えろ」「いつでもあいつが監視して最近泥棒させないぞ」